爽やか売りの少女。爽やかいりませんか。昔あるところに爽やかを売っている少女がいました。なんだよ爽やかって、いらないよ。紫色のコートの人、爽やかいりませんか。しかし誰も爽やかを買ってくれませんでした。もうダメ、無理。少女はショックで雪の上に倒れ込んでしまいました。最後の力を振り絞り、キシリトールガムを一粒口に入れました。するとどうでしょう。あー爽やか。そこには爽やかな光景が。虹も出てる。もう一粒食べると空を爽やかに飛んでいました。空飛んでる。あー爽やか。調子に乗って。山形県出身、高校3年生、18歳の長澤奈々子です。私は少しだけバイオリンが弾くことができるので、いつか欅坂46の曲を弾けるようになりたいです。応援よろしくお願いします。バイバイ。ジムデビューします。なんか歌とダンスを両方やるってなると体力がいるかなって思ったので、これからジムに行こうと思っています。菅井優香ちゃんになりたいです。理由は馬に乗ってみたいからです。ディズニーランドとか、はい、私は山形から上京してきたので料理ができるようになりたいです。聞いてみましょうかね。じゃあまず石森。はい、いやもういつも通り、うん、部屋でねやってる動きだもんね。はい。さあ長澤。はいはい、が人生初なんですけど、頑張ります。いや多分赤ちゃんの頃やってるはずだよ。それではハイハイダッシュ対決。レディーゴー。勝利石森。惜しかったよ。でも途中まで本当に接戦でしたから。どうしよう。第4位は長澤。さあ一体どんな話したんでしょうか。こちらです。さあ読んでみてください。明日のデートすごく楽しみです、うん、一緒にハートポーズで写真撮りましょう、うん、待ち合わせ場所に超混むと思いますが、うん、ピンクのワンピースを目印に見つけてください。迷惑でなければお弁当を作ってもいいですか。いいね、弁当じゃん。これ何時に起きてお弁当作るの。普段4時起きなんで、それぐらいだったら起きれます。普段4時起き。はい。なんか新聞配達かなんかやってんの。小田これどう。これピンクのワンピースとかまず着ない。着ろよ。長澤これ否定ですよね。でも私もピンクのワンピース着ないし。着ないんだよ。誰のメールだよ。長澤奈々子の登場でございます、うん、少しでも先輩が喜んでくれるなら…てん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 。まさか裸じゃないでしょうね。違うでしょ。さあそれではどうぞ。おお、さあ決め台詞。遅れてごめんなさい。遅れてたの。今日は一日楽しみましょう。おー、どうぞ。ね、どれぐらい遅れたの。30分も遅れた。なかなか遅れてます。さあ自分の中でポイントはどこですか。普段スカートも膝丈が多いんですけど、うん、ちょっと短いのに頑張りましたね。頑張りましたね。さあヤフーで検索していただいた皆さん、欅坂46の長澤奈々子です。山形県出身、高校3年生、18歳です。私が最近検索したワードは大阪土産です。理由は姉が今大阪に旅行に行っているのでお土産を頼もうとしているからです。これからデビューに向けて歌やダンスを頑張ります。以上、欅坂46の長澤奈々子でした。
あの頃反抗期だったのが小1の時、塾に行くなら死ぬとベランダで怒ってたってそんなに行きたくない塾、どんな塾だったの何が嫌だったの塾は。なんか分かんないって言っても教えてくれなくなった塾はひどいわ、そこ教えてくれない塾。それは行かない方がいいよ、確かに。今度ロケ行こう、そこ。ダメなやつのブリッジのスタート大体これだけ。そうですね。これで大丈夫ですか。え、大丈夫ですか。どこっちは来てよ。ついてる。うわ、出た。最下位だ。カエルは結局何なんですか。カエルは不気味と思う人も多い動物じゃないですか。うん、そういうのを描いた人っていうのはこの自分にものすごくこう自信がないことを表す。あ、そうなんだ。長澤くん自信ないないです。どうした先生先生は女泣かすな罪な男だよ。本当に罪な男なのよ。もうすごい。どうしたどうした長澤くんちょっと分かる気がする。確かに、うん、そんな変人人も長澤くんに、うん、原宿に行きたいから行くんだっていう話を聞いて、うん、後日原宿行けたって聞いたんですよ、うん、そしたらどこかよく分からないとこに着いたって言ってネットで検索したら千葉県だったらしくて原宿目指して漫画の登場人物みたいな。すごいすごいな。途中で千葉だなここって思わなかった。そうですね。窓見てたら海が見えておかしいね。おかしい。海見えてきた。海見えて原宿に海ないなと思って。それは分かったんだ。すごい賢いじゃん。賢い一面も見えたね。続く C グループの注目メンバーは小池美波。だるまさんがタコになった。いや、いいですよ長澤くん。みんなは柔らかそうだな、そうそうそう、タコの足だな、頭だなってなってるのに仁王立ち、ね、エグザイルニューシングルみたいな。分かんないけどエグザイルって言ってないよおじさん好きなもの、うん、私はいろいろあるキャラクターの中で一番リラックマが好きです理由はまん丸の目や口、色使いなどすごく可愛いと思うからです。他にも大きさ性格など全て可愛いと思います。本を見るとリラックマ以外にコリラックマ、黄色い鳥が出てきました。知らねえ。私はこのキャラクターの中で一番コリラックマが好きです。もしもリラックマたちが来て一緒に暮らしたらすごく楽しそうだなと思います。でもそれは多分無理なので将来一人暮らしをしたらリラックマのグッズに囲まれて暮らしたいです。3人の声を想像してみるとリラックマは低そうなイメージがありますコリラックマは子供っぽい感じの声かなと思います黄色い鳥は黄色い鳥はどんな声でも合いそうだなと思いました。逆によく先生これで OK したな